サウンドロケス TV 工事隊長でございます。本日はですね、44マグナムローディー時代、メディアの時にですね、6名間で行われた、オールナイトメタルパーティー、この時に途中で演奏させていただいた時の思い出を語りたいなと思います。1984年のオールナイトメタルパーティーの時の話でございまして、場所は先ほど言いました6名間、まあいろんなねメタルのバンドが集まって新年になりましたよっていう時に、その年にこう一番こう活躍してるというかね、人気のあるバンドが出るようなライブなんですけれども、まあその年はマグナムがその時のメインで、おみそかの時に出たと。まあ記憶が間違っていなければ、翌年だったかな、メディアで。その時のは、まあ、俺たちがオールナイトに出たんじゃなくて、12月の29と12月30に、まあ、年末ライブみたいなね感じで、それはオールナイトじゃなくて普通にライブがバーって何バンドも出てやって、で31日だけオールナイトでやるっていう時で、まあ、その時にまた人気のあるバンドが出たりとかしてたような感じだったんですけど、確かメディアでね1回だけ出たんですけど、それもねほとんど覚えてない。俺が覚えてるのはこの84年のマグナムのライブに俺たちも出させてもらったっていうのがもう強烈に覚えてるんで、で、まあ、この時のですね、まあ、ライブの映像が実はありまして、まあ、それは、俺たちがもらえたのは、その前と後ろはなくて、俺たちが出たところだけね、大石さんが、ほら、お前ら思い出に、っつって、くれたんですけれども、まあ、今ここで、俺が、その動画をですね、ここにアップしちゃうと、俺多分メタル界から抹殺されてしまうんで、スクリーンショットぐらいはパッと少しいくつか出そうかなと思いますけれども、私がそのライブを再現するというかね、思い出を、語って、皆様には、あ、そんな感じだったんだっていうのを想像していただければなと思って、この動画を今撮っております。その日のリハが終了してですね、その後出番まで、まあ当然時間が空くわけですね、出るのが確か11時とか11時過ぎスタートぐらいだったと思うんで、でまあ12時になって乾杯みたいな感じなんで、まあ、新年おめでとうみたいなねやるんで、まあそこまでかなり時間が空くというところでですね、メンバーさんとあとまあスタッフ俺たちも含めて、まあ飯食い行こうと、まあ、飯って言ってもね、まあ彼らはみんな大人でしたから、俺らはまだ若いんで飲めなかったんですけど、お酒をねメンバーさんは多少飲んで、でその、まあ、盛り上がった中で、そこ俺あんまりねそこは覚えてないんだけど、なんかこうお前ら今日出ろと、今日ライブ出ちゃいなよみたいなね話になったっていうところで、まあ純也がそれを多分ポール先生に言われたと思うんですけれども、まあ俺たちは準備があるんで、じゃあ先に6名行きますみたいな感じで戻りつつですね、まあ、何の曲やるみたいな話になるじゃないですか。まあ1曲ね好きなのやっていいよと言われたんですけど、で俺はこうメディアの曲をね、こう当然お客さんいっぱいいるんでメディアを知ってもらおうよっていうところで、話したんですけれども、まあ、他メンバーから反対を食らいまして、いやいややるならマグナムのコピーでしょみたいなところで、まあやる曲はストリートロックンローラーになったんですが、そのストリートロックンローラーもメディアで演奏したことなんて一回もないんですよ。みんな個人で勝手に曲を聴いて、まあ、家で適当にコピーしたぐらいで、演奏したことなんて、ましてや人前でなんて、一回もないのに、まあ、なんでそんな曲になったのかもよくわかんないんですけど、まあ、ストリートロックンローラーをやろうということになりましてですね、まあ、ライブのその時間が近づいてね、まあ、メンバーさんたちもまあ、楽屋でこう準備している中でですね、まあ、俺たちは、まあ、例えば俺だったら、まあ、ギターのね、準備もあるし、まあ、アンプ運んだりとか、まあ、ドラム運んだりとか、いろいろやるわけですよ。ね、みんな入れ替えだから、あの当時っていうのはね。まあ、純也は、まあ、ボーカルなんで、重たい機材っていうのは基本的にはないじゃないですか、ボーカルの方っていうのは。ギターとかベースとかドラムの方と違ってね。俺たちがこう、セッティングとかいろいろこう弦張り替えたりとかいろいろしてる時に、純也は、ポール先生にずっと髪の毛こう、逆毛立ててもらってたっていうね。ま、このぐらいやれって言って。はい。なんか衣装みたいなのも着ちゃって。私なんか、ローディーで行ってるわけですから、青いセーター。どういうセンスなんでしょうね、恥ずかしいんですけれども、そんなの着てて、もう靴なんかコンバース、ハイカットのコンバースなのにめんどくさいから潰して履いてたっていうね、もうどうでもいい格好で行ってるわけですよ、汚れていいわけですから。なんですけど、まあ純也だけはこうちょっとおめかししてもらってたっていうところでね、
まあ、それで、まあ、マグナムのライブが始まるわけですよね。あの11時過ぎからね。で、まあ、ストリートロックンローラーが1曲目だったのかなとかってこうやっていくわけですよ、曲をね。で、まあ、いよいよカウントダウンになりまして、で他の出演者の方とかもステージに上がってきてね、おめでとうなんつって、ハッピーニューイヤーなんつってね、やるわけですよ。まあ、やるんですけど、もう俺それどころじゃない、もうドキドキしちゃって、あれいつ呼ばれるんだろう、いつ呼ばれるんだろうみたいなね、ドキドキしちゃってるわけなんですけれども、まあ、そのわーってやった後にみんなが吐けて、でまあポール先生が、じゃあね、今日ここでお前たちに俺たちのローディーを紹介したいと思う、でまあポール先生が最初に言うわけですよ。でうわーキャー、もう心臓5個ぐらい口から出てんの、俺もうダメなの、もうびっくりしちゃって、俺もうドキドキしちゃってね。でこうじゃあ順番に、でポール先生が紹介していくわけですよね、メディアのメンバーをね。じゃあドラムのジョーについていてくれてる、四角い顔の田村つって、まあ、うちのドラムの田村がまず紹介されるわけですよ。そうするとあのジョー先生がこう田村の腕をこう持ってね、うわ田村もわあすいませんみたいな感じでこう顔がもうド緊張ね、うん、してるわけですけれども、で田村が紹介されると、でそうするとポール先生が、お前らな女の子やったらなってわーとか田村くんとか言うたれよ言うわけです。もう言うたれよっていう時点でおかしいんですけど、なんでかっていうと、44マグナムさんは、MC は絶対に、あの、標準語で喋るわけです。関西弁でなんか絶対言わないんですけど、もう皆さん酔ってますから、ええかーとか普通に言うんですよ。まあそれも面白かったんですけど、まあレアな感じでね、面白かったんですけれども。で、まあ田村が紹介されて。で、その次に、今度ベースの飯塚が紹介されるんですよね。次は、ベースの番についてくれてる、まあこいつはあんまりバイトで来れないんだけど、飯塚。で飯塚がカツカツカッと前に出てってこうマイクにどうもとか言うと、飯塚くーんなんて言われるわけですよね。ポール先生が言った通りこう何々くんって言ったらやで、飯塚くーん言われるわけですよ。まあ順番的に次は俺ですよね。もう心臓もう8個ぐらい出てます、その時はね。もう、はい、やべえ呼ばれると思って、で次は、ジミーについてるっていうと、もうねこれちょっとまあ自慢なんですけど、コージさんなんて声がかかるわけですよ、俺のね。ね、ちょっと人気あったんですよ、あのコージ。で、こう、コージさんなんて言われて、もう、やべ、やべ、なんて思ってるわけですよ。ね。で、ポールさん、なんて言うのかなと思ったら、俺は男だの、コージつって俺を指さすわけですよ。わかりますか、あの、森田健作さんの、俺は男だ。あれで、俺は男だの、コージって、ポール先生、俺のことを呼んだみたいなんですけど、俺、そのこと知らないから、あれでどう反応していいか分かんなくて、ちょっと頭かいたんです。そしたら、頭かいてどないすんねんつって、こう、ポール先生に突っ込まれる、ありがたい突っ込みをいただくというね、ところで出ていくわけなんですけど、ジミ先生のギターをこう持って、その時に、まあ、こちら、この写真ね、この動画の、あのサムネイルで使ってるんですけど、その時に、まあ、ジミ先生も当然酔ってますから、こうマイクに向かって、コージなんつってね、言うわけなんですけど、その瞬間なんですけどね、頭かいた後ぐらいですかね、これね。はい、そしてこの服装ですよ。青いね、セーター。やばいですよね。はい。そして最後は、まあ、ボーカルのジュンヤが紹介されるんですが、こんなやつ見たことないみたいなこう表現なんですよね。ポール先生が。まあ、ジュンヤ面白いやつなんで、もうこいつおかしいみたいな感じで、ジュンヤが紹介されて、ジュンヤがわーって出てくるんですけど、まあもう、なんですか、髪の毛もこう、きっちりセットされて、逆毛みたいに立っちゃってね。で、この辺に赤いバンダナかなんか巻かれて出てくるんですけど、はい、ジュンヤがね。それではこいつにマイクを渡すみたいな感じでね。で、まあ、ジュンヤが今度マイクをもらって、もうジュンヤもこう、ちょっとドキドキしているわけですけどね。こう、で、俺たち、都内で、メディアっていうバンドでライブ活動してて、みたいなこと言うわけですよ。もうね、その時にちょっとね、客席が映るんですけど、もう、見たことねえぐらいの人。もう、今でこそあれですけど、もう超密ですよ。密なんてレベルじゃないね。ものすごい人がいて。で、まあ、ジュンヤがいろいろ説明してると、こう、もう、メンバーさんたちは下に降りてるわけですよ。ステージの下にね。ちょっと柵のこっち側にいるんで、お客さんとはぶつからないんですけど、柵のこっち側にいて。で、こう、もう、早くやれ、早くやれって、こう、煽るわけですよ、下から。で、ジュンヤが、もう、じゃあ煽ってるんで、もう、やりますみたいな感じで。で、そこで、こう、ストリートロックンローラーって、ジュンヤが、ポール先生の真似して言って、俺ももう、それをタイミング待ってるわけです。ストリートロックンローぐらいで、うーんって、こう、俺がこう、グリスしてこうね、ストリートロックが始まるというところでね。でいよいよ始まっちゃうわけですけれども、
それでストリートクローラーの歌の前のあのフィルドラムのね、あれ田村が間違っちゃって、あの順也とかもう全員の入り口がめちゃくちゃだったんですよ。もうやったことねえんだから、めちゃくちゃでみんなで入っちゃって、でも順也はああ俺間違ったみたいな感じでこんなことやるんですけど、でその時にね、X のね、X ジャパンの YOSHIKI も来てたみたいで、そのドラム聞いてずっこけちゃったらしいですけど、それは俺 YOSHIKI から直接聞いたんじゃなくて、そうやって言ってたよっつって、まあ、笑い話で聞かされたんですけれども、はい、まあ演奏ははっきり言ってめちゃくちゃでした。ビデオ見ててもちょっと恥ずかしくて最後まで見てられないぐらいひどい演奏です。まあストリートロックンローラーはギターソロ前にベースソロみたいなのが入るんですけど、普段ね、飯塚もうあんまり前に出たりとかするタイプのベーシストじゃないんですけど、もうその日もテンション上がっちゃってますから、もうど真ん中行っちゃうわけですよ。ベースソロ始まるときにガッと、そうすると後ろからこうバン先生がこうなんですかね、こう抱えて頑張れいいぞ飯塚みたいな感じでね、こう飯塚がこう後ろにバン先生にこう抱えられながらこうベースソロ弾くわけですよ。微笑ましい光景ですよね、指定愛って言うんですか、でそれが終わっていよいよ俺のギターソロですよね。俺だって頑張りますよ。ジミー先生来るだろうなと思って。はい。ジミー先生抱えた。もう、なんつってね。言いながらやんのかななんて思って。で、まあ、ギターソロ一生懸命弾くんですけど。そしたらですね、こう、カメラワークとかもすごくてね。こう、この下の方からこう、煽ってこう、ギターを捉えてたりなんかして、もう本当プロのギタリストみたいな撮り方されちゃって、すげえかっこいいんですけど。で、まあ、ジミー先生来なかったんですけど、俺のギターソロがパッと終わって、パッと画面が切り替わって、ジミー先生映ってるんですけど、ジミーさんこう下向いてタバコ吸ってただけっていうね、こう俺のギターソロ見てなかったっていう、はい、もうっつってね、はい、でですね、その後もまあ演奏はねずっと続いてるんですけど、柵とステージの間っていうのは空いてるんで、そこにカメラマン用のスペースなんですけどね、まあ誰もいないんで、カメラマンさんしかいないんで、まあそこにマグナムのメンバーさんたちがいるんですけど、こうそのカメラに向かってこうね、ジミーさんとポールさんがこうやってとかピースしたりとかね、ステージにこうガッと上がってきてこう横切ってったりとかね、人がギター弾いてる時にねわーって横切ってこんなことやってとか、もう結構いじられながらこうでも楽しく演奏させてもらって、その時はね、鉄エランジの鉄も、見に来てたみたいで、その時はだから知らないけどね、マグナムのローディーになる前だから、で俺たちがステージに出たのを見て、あんな風にできるんだったら俺もやりてーって言ってマグナムのローディーになったという風に聞いた、記憶があります。はい、その後一緒にマグナムローディー一緒にやってたけどね、テツとね、あとユナイテッドの大谷慎吾氏ね、カニさんも、見に来てたんだけど、その時終わって外に出たらカニさんに会った時、コージギターソロ超良かったよ、完コピじゃんっつって、全然めちゃくちゃなとこ弾いてたんですけどね、後からビデオ見るともうお前どこ弾いてんのっていうぐらい、めっちゃくちゃなギターソロだったんですけど、あの空間の中では良いソロに聞こえたらしいです。はい。でもね、ひどいっす。はっきり言って。あんまりもう、そこだけ早送りしちゃいたいぐらい、ひどい。まあそんな感じでですね、こう、最後にこう、演奏がバーンと終わって、そうするともうまた、ね、メンバーさんたちがステージに上がってきて、で、もういつまで喋ってんねんっつって、まあ純也が喋ってるんですけど、ありがとうございました、どうのこうのみたいな言ってるんですけど、もうポール先生がもういつまで喋ってんねんっつって、マイクをバッと取り上げて、お前こいつらにもう一回ウォーとかイエーとか言ったれやみたいな感じで、まあ、ビデオは終わっていくというね、感じで、そこまでの、5分ぐらい、ちょうど1曲分だからね、ビデオはそんな感じで終わっていくと。俺も当然若いですし、生き生きしてるというか楽しそうというかね、まあ実際楽しかったし、すごい良いビデオなんで本当に見せたいんですけど、見せるわけにはいかないんでね、良い思い出でありますし、やっぱりなかなか経験できないことだと思うんでね、こういうのってね、すごい良い経験をさせていただきました。純也とも最近は、まあメール程度ですけれども、連絡を取るようになったんですが、メディアでマグナムのステージに出させていただいたこのことは純也もすごいやっぱり覚えていて、まあ、本当に良い思い出、なのでそういう経験ができたのは本当にもう宝だなと思っております。まあ若いからできたことでもあると思うんですよね。今だったら例えばじゃあマグナムのローディーやりたいなって思ったとしても、でもきっと誰かやるだろうなとか、そんなの断られたら嫌だしなとか思うじゃないですか。でも若かったからもう頼めば
ローディーになれるだろうとかね、このままやっていけばプロになれるだろうとかね、やっぱ勢いもあったし、自分の中にね、行動ができたから、まあこういう経験もできたのかなと思うし、まあそういう夢を叶えたいなっていう気持ちが強かったっていうことだと思うんですけれども、まあ今でもね、こうやってまだ音楽を続けられる、まあ環境にあるというのは本当に嬉しいことだし、まあこれからも続けていきたいなって思ってますし、まあ続けられるようにね、まあどんどんやっぱ年取るとね、いろんなやりたいことを全部できるわけじゃないから大変は大変なんですけどね、頑張っていきたいなと思っております。まあこういう楽しい思い出がね、たくさんあるから、まあ音楽を続けてると思うんで、自分では今後も体力の続く限りというか、やっていければなと思っております。まあ純也とね、最近連絡取ってるっていうお話しましたけれども、ドラムの田村はね、もともとずっと地元で一緒なんで、まあしょっちゅう連絡取ってますけど、メディアの動画も作ろうと思っております。1回じゃ終わんないと思うな、2回か3回に分かれちゃうと思いますけど、作ろうと思ってますんで、もうちょっとお待ちくださいませ。本日は以上でございます。面白かったなとか、また見てもいいよなんていう方はですね、チャンネルの登録の方をよろしくお願いします。いいね、コメントも待っておりますので、ぜひよろしくお願いします。それではまたね。